ということで始まりました、 TG さんとおさとのラブラブランデブー第5話。第5話の始まりはアゲンストどんまい連続本当にバンカー、こんなおさとちゃんさ、目がバンカー入れたからってさ、ついてきちゃったよ、これ熱しちゃいました。バンカーショット見て応用しないでよ、この入れ方みたいな、あの入れ方に興奮してんだからね。さあ今ひそかにね、 TG さんがおさとにちょっとスイングのご指摘をしていただいておりました。アイアンとかも全部です、全部でしょ、振りは変えなくていいんで、うん、OKOKOK、うん、ということで第5話終了。こんな早いんじゃね、ちょっと愛の進展が見込めないね、これは。林の中に打つんで、一緒に見てきて。30分ぐらい。そうだね、30分でいいの?7 番パー5、569ヤード。最終話ですか？最終話でございます。早い。もう最終話だ。アゲンスト。アゲンスト。左から行きたいな。AGNST。AGNST?あれ、やりすぎたな、これ。まあ、多分ね、意外と全然大丈夫なんですけど。一応、ショートホールある。いや、やってしまった。あー、やべ。おーい！おーい！ちょっと光。おーい！まあ、大丈夫。いや、あれ、大左。さっきのバンカーあたりかな、うん、バンカーよりフェアウェイっていうのをお互いね、左右に分かれましたけど、はい、次会うのはグリーンですね、いずれ一つになる、そういう運命ですから、そういうことですね。おさとチャンスですか、はい、おさとチャンス、後半おさとじゃないですか、97? まあなんか90半ばぐらい、ね、そうですね、97100は行ってないかな、で、あの撮影が流れた時が89でしたね、うん、あ、そうかそうか、はい、おさとちゃんは7番ホールパー5、401、よし、さあ、うん、欲しい欲しい、だけどいいとこに、まあちょっと左、この辺かな、ラフに行ったかどうか、まあどんまいどんまい、どんまいどんまい、転がして5番アイアンで、ナイスアウトでーす。この先かな。おさとセカンド。192。5番ウッドで。はい。わお。わっ！わあ！まあまあ。右に跳ねた。山の上です。ワンちゃん生きてはいる。さあ、ヤス君の3打目。130なんですけど、まあ、左上げ。するので、テック上げて9番で。はい。139番。うん。風よ。この辺かな。2P で終わった。うん。さあ、TG さんも3打目。3打目でございます。100ですね。はい、100ヤード。56で。はい。おわ、いい音。ナイス！完璧。さあ、おさとが一応ね、ここ抜けて、この辺まで落ちてきてましたと、66ヤード。まあ、狙いはするかな。うん。ちょっとでかいか。うん、どんまいどんまい。TG さん、あれ、マジ完璧でしたね。ね、あれ、いい鳥出しちゃった。風がもうちょい吹いたら、ほんと、ダンクまであったっすね。これ、結構かな。はい。10メーターぐらい。はい、結構下りのね、スライスかな。はい、あー、持って帰ったか。持って帰れる。
回ってくれた。まあまあ、でもいいライン乗った。うん、距離感はね、よかった。さあ、お里チャンス。これはやべえパットだね。これは結構、下りのフックだね。結構曲がりそう。うん。乗るないぞ。あとは、下れ。重いんだね。そんな。ねえ、ちょっとカップ間違えてんじゃないかな、お里。これめがけて打っちゃいました。ああ、そういうことだね。1.5メーターパーパット。1.5メートルパーパット。うん、ナイスパーでーす。さあ、やすくんの見た俺が。いや、今ね、読みも打ち出しも間違ってました。で、なんか運よく入ったっす。さあ、一応2メーターかな。2メーターバーディーパット。はい。いや、それやだな。デリケートゾーンですよ、これ。いやー、おデリですよ、それ。ああ、いいとこ出た。嘘。止まる。嘘でしょ。そういうメロディーを奏でてるね。プレイですか。さあ、あとボギーパット、パーパットか。パーパット。いやー、強い強い。これは強い。まあ、TG さんのあのストッププレイを見てしまうとね。ナイス。オッケーオッケー。ナイスボギーじゃない？ボギー。パーパーボギーと。パーパーで、次は鬼門のショートでございます。ここが何に難しいよね。難しいね。ショートね。木がね。うん。1番パー3、207ヤード。さあ、ここは鬼門のショートと言われておりました。ジジイさんのシャツがなびいてます。6鉄で。実測に1、2。右からフォロー目かどうか。いいぞ。この山の下でフォローで本当落とされてる。4U で。ガン。オッケー。さあ、ベリース129の実測が122です。122。あ、でもフォローなのか。うん、ちょっとね、まあ高さ出る方がいいよね。ピーでこうやってコロコロいったらいい感じかも。フォロープラス高さが欲しいということで、ピッチングで。オッケー、オッケーオッケー。完璧じゃん。完璧じゃん。完璧だ。完璧じゃん。完璧だ。よっしゃ。16、7ヤード。60度で。うまい。オッケー。うわぁ。ナイスです。10.5ヤード。58度。なんかファーストバウンドが前行かなかったね。うん、やったー。それすごい。女性をああいうふうに手玉に取ってるわけですよ。手玉にね、うん、手玉に取ってみたい夢だけで生きております。で、今ファーストバウンドのね、食いつきよね。10歩っていくと思ったんです。10歩。うん、弱いと最後右行くだろうね。はい。バディパッド。行って、行かないか。オッケー。ナイスパー。今日なんかショートデーだな。ショートデー。さあ、ヤス君。はい。メーター。パーパッド。はい。おお。悪くないけどね、今ね。うまい。なんかちょっと気抜けしちゃったね。いやはや超人だーみたいなね。いやはや超人だーみたいな。ダーボーかな。そんなね、まあしょうがないですね。
やばい。80代後半に突入するぞ、これ。最近の動画じゃ結構やってる方ですね、これはね。そうだね。うん。最後気抜いちゃいましたね。さあ、最終ホールがね、これ、最終ホールが結構あれなんですよ。厄介なんですよ。9番パー4、384ヤード。さてさて、最終ホールに突入いたしました。お里とこれでお別れだと思うと、楽しんで。お別れなんですか？ちょっと一緒に帰ろう。ぶち上げて。じゃあ、三鉄王で。やってしまった。なあ、大丈夫？大丈夫。あ、大丈夫。はい。三遊で。おお。同じ方から。で、ナイス。で、右はダメだからね。あ、右がダメなんですね。右はもう狙えなくなっちゃうね。右はこれや、まあレディースティーからだとちょっとわかんないんだけども、ね、まあでも右はやめといた方がいいね。IP でしたっけ？IP。IP が安泰。IP も短くなりそうだもんね。200ぐらいしかない。うん。まあでも右下ってくっすね。いや、反対になんか短いバンツで打ってもいいかもね。うん、ああ。確かに。じゃあ5番ウッドで。はい。IP どこだ？木と重なってる。あ、ありました。IP から左。うん。あ、これはやばい。これはやばい。これはもう一回やった方がいいね。4から2で。4から2で暫定球。OK! うん。オッケーオッケー。なんか右に跳ねた。右跳ねた？はい。まあ大丈夫だけどって感じだな。やっぱ今日ちょっとウッドが右出るね。そうですね。多分また止めちゃってますね。そうかそうか。うん、難しいですよね。ビビってます。ビビってる。ビビってます。らしくない。うわ。らしくないな。7番で。172、はい、7番アイアンで。いいぞ。あ、そっち臭い。まあ。ナイストンで。ナイストンです。同じく170ですね。170ヤード。8で。8番アイアンで。はい、うぅ。ナイスソンじゃないですか。122ヤード。はいよ。9番です。さあ、お里4打目。ちょっとこれ右出たけど、ナイスオンじゃないですか。どうでしょう。どうですか。ちょっと右に、こぼれてるかもですね。あ、メルツアードね。乗ってんじゃん。全乗りじゃん。乗りです、ね。乗りじゃん。さあ、はい、俺は翼がいます。バッサンがいる。まあ、TG さんの中でね、こういうものは全部バッサンだそうですね。こんなショートだと思わなかったな。じゃあ、おさとちゃんから。はい、20%。はい、20%。上りです。はい、ボギーパット。うん。おお、うまっ。うい。あ、ダボです。ダボ。17ヤード。おお、結構重いですね。打てるだけ打てばよかった。で、こんなショートするかね。11本。バディパット。立派です。
4メーターパーパット。うわー、ナイスパー。で、これは入んの。ナイスパーです。ありがとうございました。ありがとうございました。後ほどエンディングを撮りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よし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 ということでね、どうでしたか、ティーザーお里は。いや、まず全てが好みでございました。全てが好み。おお、まあ、安くに頼みたいのが出会いからのなんかこう、まあ、ストーリー作りやりたいなと思って。お砂糖をゲットするまでの、そこの筋道をちょっと作ってくれと。これはもう盗まれましたよ。盗まれた。何盗まれたんですか。心です。6年間奪われなかった俺の、ハートが、とうとうお砂糖に持ってかれたんだと。どうだった、お砂糖は盗まれた。途中で、すごい教えていただいたんですけど、またね、練習して次までに習得していきたいと思います。いや、そうだね。一番習得が早くなるのはタイリーのことかな。次ね、まあもう二人でいるところから始めていただいて、まあ次はどうしようかな。お里とピーチさんのデートに密着でもしようかな。あ、いいね。ただ、そうだね。まあね、スコアはピーチさんがナイスパープレーということで、8号かな。まあまあこんなもんでしょうと。88でした。ナイスプレーだよ。すごいと思う。本当ですか。まあ俺が不甲斐なかったのもあるけどさ、そんな感じじゃないじゃん。3打しか変わんなくて俺なんか不甲斐ないわ俺。いやいやいや、すごい急成長なんだよ。急成長ですかね。すごいっすよね。でも本当にすごいと思う。恐ろしいわ。全然もうなんかもうちょっとやったらすぐフロントからいけるみたいな。そう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 、ね、フロントでも普通に80台、まあ、次ね赤で一回70台出してからかな。そうですね、70台出したいもんね。はい、また白になっちゃうとね、しばらく70台きつくなるからね。はい、確かに。それ徐々にね、まあまあ安ゴルの道のり長いですから、はい、ゆっくりやっていったらと思うんですけど、ということでね、今日 TG さんにもいろいろ教えてもらってたこともあると思うんでね、はい、またちょっとね改めてレッスン動画とかもね、お里に教えていただければと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。こ、はい、んな感じでね、ゆっくりと進めていければと思ってますんで、ぜひね、今後とも、応援をよろしくお願いいたします。ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。お里かわいい。